戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードをフラットパネルに置いてくれ。黙ってやつはぶっ飛ばしてやる。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。未来は俺が守る。お前までとトロッサのチーム決定だ。次にヒーローバッジを選んでロボスキル決定。行きますよ。では出発するぞ。戦争開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。勝負を開始。あれはゴッド玉が出現したぞ。ゴッド玉はみんなの力を集める皆様のアビリティ発動だ。どうだ、どうだ、すごいだろ。天丼メダル効果で体力がアップしたぞ。ヒーローバッジのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンド1、仲間のアビリティ発動だ。全力でいくぞ。敵のアビリティ発動だ。チームは提供アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃を。作戦決定。ロックオンモード突入。ヒーローロボスキル発動。ゴッド玉のレベルが上がったぞ。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ゴッド玉バトル発生。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。敵のゴッド玉のレベルを減らしたぞ。ここからだぞ。勇気だ。仲間のアビリティ発動だ。完全に消え去ってしまう。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ジャイアン、ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。やるじゃないか。耐えられるかな。KO。 まあ、これほどの強敵を倒すと。また遊んでやるよ。これが今回のスコアだ。ウルトラゴッドヒーローバッジ、おめでとう。ランクインしたぞ。